人ははるか昔から心とは何かということについて興味を持っています。それこそヒポクラテスやアリストテレスのいた紀元前の時代からです。皆さんが考える心とはどこにあるでしょうか心臓でしょうかそれとも脳でしょうか脳はいまだにわからないところが多い不思議な臓器の一つです。脳は 体の隅々にまで情報を伝達する一つの大きなコンピューターとして例えることができますが最先端の人工知能もまだ私たちの脳には及びません一つの神経細胞は複数の神経細胞とつながって複雑な神経ネットワークを構築していきますしかし実は脳は複数の細胞でできています例えば アストロサイトと呼ばれる細胞は神経細胞の実に何十倍もの数で存在をしています。近年こうした他の細胞の役割が分かり始め私たちの脳の複雑さは神経細胞とこうした他の細胞の関係性にあるということが考えられています。そうしてそれらを調節しているものが遺伝子であり この遺伝子の異常や調節の異常によって私たちの脳の病気というものが引き起こされているということも分かってきました。私は脳科学研究の中で生まれた直後の環境、例えばストレスなどがその後の脳の発達にどう影響するのかということについて興味を持っています。そしてそれらを調節している遺伝子が 何かということについて研究をしています。人が感じるスストレスはそれぞれれ違いますそれらがいつどこでどのように調節をしていてそして成長や発達老化に伴ってどのように変化をしていくのかということをマウスやさまざまな動物を用いて研究をしています。ではもし皆さんが 脳のの研究をししたたいと思ったら、どのよううな学学部に行けば学べるでしょうか。脳科学研究は医薬から理工学そして文系の分野にまたがってさまざまな領域から研究が進められています。はじめの話に戻りますが心とは何でしょうか。脳科学研究は文系理系を問わずさまざまなフィールドから研究を進めることによって 私たちの心の仕組みを分子や遺伝子で解き明かすことを可能にするかもしれません。でも本当に脳科学イコール私たちの心の仕組みであるのかということは私にはまだ分かっていませんし今も考えながら研究を続けています。是非さまざまなフィールドからあなた自身の心を解き明かしてみてください。